北古田市は茨城県南東部の市下業地域にあるし、東京まで9 0トル圏内、県と三戸市まで3 0トル圏内に位置している。東側は太平洋に面し、南北に長い遠浅の海岸線を有する。内陸部のほとんどは平坦地であり、平坦な地形と温和な気候を生かした農業が基幹産業となっている。 本市は主に合併前の旧太陽村村域において、1970年代末から1990年代初頭に、かけての落ち着きの別荘、セカンドハウスの開発が行われた経緯があり、畑の中に簡単な作りの住宅が点在しているが、飼い主が買ったままで放棄している様子の住宅も見受けられる。国道51号沿いの丘の下に海水浴場があり、 一旦狭い道を海岸に向かって降りることになり、海水を客には多少不便。ただ高台からの景色は太平洋を一望するので雄大さがある。気候は年間平均気温13.3度、年間降水量1395.1ミ、mm、リメートルと温和な気候であるが、陶器の冷え込みは放射冷却によって、氷点下7から8度前後にまで下がることも珍しく。 なく、1月の平均最低気温はマイナス3.1度、平均気温は2.6度である。一方、関東地方に積雪をもたらす、南岸低気圧通過時は暖気を巻き込むことが、ほとんどなので、雪は降っても積もることは極めて稀である。夏季は朝晩は、気温が下がり8月の平均最低気温が21.4度と、低く熱帯夜がほとんどないなど過ごしやすい。 ホコタ市発足前、ホコタ市発足後2018年の県議選からは、三市町で、定数2のホコタ市、茨城町、大洗町選挙区として実施される。ホコタのアンデスメロン主なチェーン店は次の通りである。飲食店ホームセンター市内に支店を有する、金融機関は次の通りである。新ホコタ駅麻生ーローズライナー通学急行バス、麻生町庁舎駅見都市、 鹿島市方面にへ、鹿島臨海鉄道を荒い鹿島線が南北に伸びる。鉾田市内での中心となる駅は、新鉾田駅となる。また、石岡駅鉾田駅間を鉄道で結ぶ、鹿島鉄道鹿島鉄道線が存在したが、利用客や貨物収入の減少に伴い、2007年4月を、もって廃止された。かつて存在した、鉄道路線鹿島臨海鉄道新鉾田駅に、 成田空港行きと東京駅行きの高速バス、行方市役所朝尾庁舎行きの通学急行バス、石岡駅、鉾田駅、茨城空港を結ぶ路線バスが乗り入れる。また、鹿島鉄道鉾田駅跡地にバスターミナルがあり、尾美玉市、茨城町、水戸市、石岡市、行方市を結ぶ路線バスが発着している。麻生号は、両方交換で途中バス停での乗降可能となっている。 大竹海岸は2008年12月に市から鉾田大使に任命された人物、下記ほか3名、ありがとうございます。